ソルトレークオリンピックの銅メダリストのペアです。中国の新雪超紅白組、世界選手権でもこの6年間で金メダル2つ、銀メダル3つ、銅メダル1つを獲得しています。今アマチュアの世界では一番金メダルに近い2人と言われていますね。ペアを組んで12年、中国初のペア世界チャンピオンです。なんといってもこの2人の持ち味は大きいスロージャンプなんですけれども、あとリフトも非常にダイナミックでキレがあります。ただ最近はですね、そのダイナミックな技の数々の中にプラスアルファその表現力の面も非常に良くなってきていまして、本当に完璧に近づいているなというのを感じますね。2004年の世界選手権ではペアの上位5組のうち中国勢が2位、3位、5位を占める大活躍をしました。25年前には中国国内にフィギュアスケートのリンクがたった3つしかなかったという時代背景から考えますと、このメダリストの輩出は飛躍的な進歩ですよね。そうですね。しかもその3組のコーチが全員同じコーチなので、はい、その1人のコーチがその3組分、しかも世界トップクラスの選手たちを育てているというのは本当にすごいことですね。世界選手権、そしてトリノオリンピックでは金メダルを狙います。そしてこれが彼らの持ち味の一つですね、スロートリプルループ、非常に高いんです。中国国内でも人気がありまして、国民的スポーツ選手にも数えられるようになりました。さあ、この後はいよいよ王者ヤヌリンの登場です。